やっほー、皆様いかがお過ごしでしょうか。貢献テストでございます。今回はメインでもない野菜の副菜でもない、そのちょうど間のええ感じのおかずシリーズ 1.5 列目キングおかずシリーズでございます。やはりこのシリーズ、練り物とかお豆腐とか乾物、缶詰使うこと多いんですけど、今回はもうザ日本の乾物といえば切り干し大根でございます。これもいろんな料理に使えるので、今は本当にあの洋風の料理にあえて使われる方も多いと思うんですけど、今回はですね、切り干し大根、卵、ハム、この3つを使いまして、まあ冷蔵庫にも卵ハム常備できますし、こう常備してるものですぐできる、思い立ったらすぐ作れるシリーズでございます。これ大好きな方も多いと思うんですけども、手軽に最高に美味しくできます切り干し大根の卵焼き、なんていかがでしょうか。では早速作っていきたいと思います。もう材料これだけ、ね、メインの切り干し大根にもうあの小口切りにしてますおネギ、卵ね、あのもっとたっぷり作りたい方は2個とか使っていただいてもいいと思います。今回はもう手軽に1個で、あとはハム、最初あの切り干し大根ね、さっと洗います。表面乾物ですので表面さっと洗ってください。その後水につけて戻していきます。ちょっとしばらく戻しておきましょう。よっしゃ、やっぱハムです。やっぱりね、旨味の味の決め手でございます。あのね、切り干し大根とも妙に合うんですよね、ハムが。これも普通にあの粗みじんに切っていきます。もうざーっと切っていってください。もうハムといえばポニョですよね。ポニョといえばハム。オッケー、はい、こんな感じでええ感じで戻ってございます。これもあの水気絞りますね。もう切らずにそのまま使っちゃいます。余分な水気ギュッと絞りましてね。いやー、このね、先人の皆様はよく考えましたよ。こう野菜を干してね、これで寒い冬を乗り切る。あとはこれもね、大根のうまみがもう凝縮されてございますので、あまりギューッと絞らずに、あのまあ余分な水気絞るぐらいでいいと思います、ね、軽く。そしてここでポイント、もうこの段階で下味つけちゃいます。お醤油、そしてごま油。もう醤油とごま油で下味をつける。でですね、さっと和えます。このね、もう下味をさっとつけておくことで、さらに切り干しの良さが引き立ってきますよ。これ香りも良くなるしね、いい香り。はい、もうさっと和えておいてください。はい、続きまして卵。たっぷり作りたい方は卵2個とか使っていただいて、はい、ここでさっと卵と絡めます。どっちかって言ったら、もう切り干したっぷりで卵がつなぎのような感覚で作っていただいたらいいかなと思ってございますよ。はい、さっと絡めます。卵としっかりぐるぐる、こんな感じで絡めましたら、あとはハム、おネギ、ピンク、黄色、緑、はい、さらに混ぜる。よっしゃ、あとはもうジュワッと焼くだけでございますよ。間違いなし。よっしゃ、ちょっとやっぱりあの小さめのフライパンを使っていただいた方が簡単に焼けると思います。ごま油、もう香り高くごま油でいきます。ごま油少し気持ち多めに入れていただいて、もう熱々に熱してください。
熱々のとこにジュワーって美味しく仕上げます。よっしゃ、でも熱々に熱しましたら、もうここに一気にいきますよ。一気にジャー、はい、一気に入れまして、 OK、 手早くちょっともう鳴らすようにさーっと伸ばしてください。あ、最高。鳴らすように伸ばして、ごま油を行き渡らせて、ここからも好みです。こんがり焼くかふわっと焼くか、僕はちょっとこんがりでいこうかなと思います。はい、もうね、意外にすぐね、ほうまとまってきました。こうなったら裏返していいと合図でございますので、これをほい、あ、こうなっても全然気にしないで、すぐに修正できますからね。はい、こんな風にちょっとひっくり返してもすぐに修正できますので、落ち着いてやっちゃってくださいよ。ほら、この色、香ばしい、いい香り。あー、いい香り。そしてふわっとなってます。カリッとふわっと、あー、いい感じ。もう裏もいい感じになってきましたら、これで OK、 盛り付けましょう。シュ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 、この黒いお皿がまたいいですね。卵が映えますね。完成しました。お好みで酢醤油ラー油添えてくださいよ。 1.5列目、キングおかずシリーズより、思い立ったらすぐできるレシピ、切り干し大根の卵焼きでございます。うわー、いい香り。それではいただきます。ええ香りやで。おお、切り干しがで、ちょんと酢醤油で、いただきます。この食感の良さ、まず、そしてあのしっかり焼いた卵の外側のカリッとした部分とふわっとした部分、ハムのうまみ、ネギ、最高でございます。これね、あのもともとは台湾のツァイプータンというあの卵焼きなんですよね。であの今回切り干し大根を使ってますけど、向こうのもう似たようなあの大根を干した、すごくね、あのコリコリしたいい食感のお漬物をたっぷり中に入れていただくんですよ。で今回切り干し大根を使ってまして、あのこれ作る時に切り干し大根を炒めてから卵と和える方もいらっしゃるんですけども、僕は今回やっぱり切り干し大根の食感を生かしたいので、炒めずに卵とあえて焼くという。でも本当にその方が僕はあの切り干し大根の食感とか香りとか活かせると思います。まあお好みなんですけどね。美味しい、美味しいでございます。切り干し大根いろいろございますけど、この手軽に使える、さっと戻して混ぜて焼くだけのこの卵焼きもぜひ試していただいたらなと思います。お弁当にももちろん、おつまみにもいけると思います。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もお願いいたします。バイビー。